ちゃめちゃピンクですね。ガネーシャゲートって呼ばれる。お父さんよりは結構遠いですね。ありがとうございました。はい、 Thank you very much、はい。おはようございます。ジャイプールの朝です。朝です。相変わらず下痢です。はい、ということでね、僕は昨日タージマハルっていう世界遺産があるアーグラっていう町からね、電車でここジャイプールっていう町に来ましたね。でジャイプールって町はね、なんか別名ピンクシティとかも呼ばれててね、超絶観光都市なんですよね。はい、なんで今日はがっつりね一日ジャイプール観光したいと思いますね。でね、今日は贅沢にオートリキシャをね、1日チャーターしました。日本語も話せてね、1日1000ルピーだったんで、はい、頼んじゃいましたね。はい、でね、今日泊まってるホテルはね、こんな感じですね。はい、個室ですね。はい、こんな感じで、はい、お湯は出るのに15分かかりますね。で窓もついててね、はい、これで1300円ぐらいなんで、ジャイプールのホテルなかなかレベル高いですね。おはようございます。よいしょ。ハロー、おはようございます。おはようございます。はい、イエー、電話してます。はい、ブレックファーでした。はい、食べました。お願いします。昨日ご飯食べた。昨日、はい、教えてもらったとこどうだったの。うん、ちょっと辛かった。あー、まだ真っ赤いね。あー、ピンクシティって言われてるところ。そうそう、何やってんの日本では。仕事、はい、はい、1箇所目着きました。風の宮殿ってとこっすね。はい、こんな感じです。わあ、綺麗。めちゃめちゃピンクですね。あ、中に人がいるな。中入れるっぽいっすね。すげえ。はい、でこの辺ね、ピンクシティって呼ばれてんだけど、なんでピンクなのかっていうとね、イギリスの植民地時代に王子が来るっていうから、なんかピンクで塗装したらしいですね、その王子を迎えるために。はい、いや凝ってるね。あー、いいっすね、この革製品とかも。じゃあこれはすごい有名ね、2つものが2つあるの。一番目は、うん、服屋さん。服は安い。服安いんだ。そう、あと2番目は、うん、宝石。宝石、そう、ジュエリー。あ、ジュエリーね。そうそうそう、はいはいはい。あとジェプールの宝石は、うん、オールオーバーで、はい、有名だよ。オールオーバー有名だよ。世界中で。そうそうそう。そうなんだ。あ、安い。安いよ。わあ、あれか。So I stop here. Stop here. 写真撮るよ。写真撮る？はい、あ、ここで？そう。あ、ここはでけえ。すげえ。ゲート入ってるの？この中で入ってる。オッケー。忘れないか。はい。ここまで来てくれた。ありがとう。はい。行きます。はい。アンベール城着きましたね。いや、今日アリさんっていう方にね、頼んだんですけど、めっちゃいい人っすね、あの人は。ここで物を買うと高いから何も買わない方がいいとかね、いろいろ教えてくれましたね。あ、鳩がすげえ。あ、餌あげてんだ、これ。うわ、はい、はい、ガイドさんが、ガイドさんがどこにも いるね、やっぱり。はい、でね、アリさんの話だとね、ジャイプールはね、いろいろ工場がたくさんあって、で洋服とかね、宝石とか、まあ、工場価格でここでは買えるから、
まあ、アグラとかデリーとかで買うよりもね、本当に安く買えるらしいんですよね。はい、ちょっとね、近く来すぎるとでかすぎてよくわかんないんですけど、この反対側の山とかもね、なんかすごいですね。あ、これあれ何なんだろうね。なんか中国の万里の長城みたいな感じになってますよね。かっこいいね。はい、登り始めましたね。ハリさんによるとね、歩いて20分ぐらいで登れるそうです。牛でけえでけえ、うわ、うんこくせえ。ちょっとうんこ、あの牛さんのうんちだらけですね。はい、もう結構上の方来ましたね。そこに人がいっぱいいるから眺めがいいんだろうね。お父さんよりは歩いた方が早いっぽいですね。はい、広場みたいなとこ出てきましたね。お、ここはなんだ。お、猿がいるな。猿どこでもいいんだよな。よいしょ。お、あ、お城の裏側はこんな感じで城下町が広がってる感じですね。あれ、ここでチケット見せんな。あれ、チケット売り場どこだろう。あ、あったわ。チケット売り場めちゃくちゃ分かりづらいわ。はい、チケットを買えたんでまたこの階段登りますね。はい、1人500ルピーですね。これは外国人価格っすね。はい、で500ルピーで世界遺産の割にチケットはこういうペラペラのレシートですね。はい、それじゃあ入場していきましょう。はい、中入ってきましたね。早速これがガネーシャゲートって呼ばれる、まあ綺麗な門ですね。細かい模様が施されてて綺麗ですね。あ、で、あっちがみんなが覗いてたところか。行ってみよう。なんだろう、なんかモデルさんかな。綺麗な服着た人たちが結構ガチなカメラで撮影してますね。おお、すげえ。あー、結構高いな。あの綺麗なガーデンは何なんだろうな。迷路みたいになってるわ。わあ、綺麗。わあ、すごい綺麗な庭園が広がってますね。中庭だね。中庭って感じですね。綺麗綺麗。うーひゃー、これはまた何だろう。これガラスかな。なんかキラキラしてんだよな。あー、なんだこれ。あ、鏡か。ここね、なんかそこに鏡があって、そこの鏡越しにカメラで撮るみたいな、そういうフォトスポットらしいですね。やっぱこういう大きい建物って中に入っちゃうと全然どうなってるのか分かんないもんですね。やっぱ外から見た感じがいいっすね、お城っていうのは。アンベール城はね、普通に回ると1時間ぐらいかかるらしいですね。はい、なんか迷路みたいになってて、あ、また戻ってきちゃった。はい、まだ1時間も経ってないですけど、着々と出口に向かってますね。なんか歌ってますね、生演奏してる。こっちの道の方が綺麗だ。
さっき行きはゾウさんの道で来ちゃったっぽいな。うわ、あそこに見える、もうほぼ壊れちゃってるお城みたいのがめっちゃかっこいいですね。うわ、こっちにこういうのが俺好きなんだよな。うわ、これ絶対アンベール城よりサブ中のサブだけど、すっげえいいの見つけちゃったわ。このもう壊れてる門とか最高じゃないですか。うわ、かっけえ。ほら、あの感じとか、こういうのかっこいいよな。はい、次の場所来ましたね。お、これすげえ、はい、見てください、こちら。はい、これはね、階段で入れる井戸らしいですね。はい、なんでここに水が溜まってますね。あそこに亀さんがいますね。日向ぼっこしてる。あ、なんか魚もいるな。にしても想像を絶する緑の水っすね。汚ね。はい、次の場所で降ろしてもらいましたね。はい、ここはね、リバーサイドって感じの場所なんですけど、はい、何が見えるかと言いますと、こちらですね。ちょっと遠いかな。はい、こちらね、水の宮殿、水のパレスって言ってましたね。はい、はい、これはね、もう建物の中は行けないみたいでね、今はもう半分ぐらい水没しちゃってるらしいですね。はい、結構遠いですね。遠くから眺めるだけなんで、うん、写真撮るだけって感じのスポットですね。はい、本当ね、見るだけのスポットなんですけど、この川沿いにはね、いっぱいお土産屋さんとか並んでて賑わってますね。はい、野生のヤギさんが、野生じゃないかこれこんないたらさすが野生じゃないか。いっぱいいますね、ヤギさんが。あ、ヤギ使いの方が。下手に絡むとお金取られるんでね、うん、気をつけないと。はい、次の場所来ました。すごい綺麗な建物ですね。ここはなんか女王様のお墓らしいですね。はい、中入りました。50ルピーでしたね。100円しないぐらい安いですね。で、今んとこ目に入る中には、誰一人いませんね。人は結構コアな場所なのかな、ここは。なんかほんと小綺麗な、庭園って感じで、まあ、どこが女王様のお墓なんでしょうか。ここ登れそうだ。なんだろう、ここお、いいですよ。お、こういうの好きよ。おー、おい、いいじゃない。はい、おー、なんか召喚しそうな場所ですね。 RPG 感があるわ。うん、かっこいいっすね。ほんで、女王様のお墓はどこなんだろうか。はい、一応ね、慰霊碑っていうのかわかんないですけど、
なんか書いてあるんで、まあ、ここに3名の方がいるのかな。はい、大女王様のお墓でしたね。うん、なんか自然でのどかなのを楽しむって感じですかね。なかなかね、あのニッチな場所だと思います。はい、ランチタイムです。はい、おしゃれなレストランに連れてきてもらいました。アリさんです。はい、私はアリさん。はい、日本語ペラペラです。そう、ジェプでいつも日本人で私観光回ってるよ、うん、はい、観光ね、うん、連れて行ってる、あちこちトゥクトゥクでツアーしてますね、うん、はい。If you come, いつか、うん、いつかインド来たら、はい、Please, please アリさんに頼んで、ぜひね、とても優しい方なんで。はい、ご飯食べ終わって、宝石屋さん、宝石屋さんに連れてきてもらいましたね。This、うん、あー Right, so this is silver。あ、シルバー？ Yeah, silver。 92.5% silver。Okay? So this is ruby, sapphire, ruby, sapphire, emerald, emerald, and diamonds. Four stones are precious stone. Yeah. はい、ありがとうございました。はい、Thank you very much. はい、ありがとう。じゃあまた。はい。はい。Instagram で言ってね、それ。うん、わかった。ね。じゃあ、レストで。はい、また。また。ありがとう。はい、バイバイ。はい、ということでね、宿に戻ってきました。今日はね、一日アリさんに、トゥクトゥクでね、ジャイプールの観光地をね、回ってもらいましたね。はい、いや、彼はね、日本語もうまくて本当に安心できますね。なんでね、ぜひジャイプール来た時はね、アリさんに頼んでみてください。あの、概要欄にインスタグラムを貼っておきますんで、はい、連絡してみてください。なぜかね、でも鍵垢なんだよね、アリさんのインスタグラム。はい、ちょっとわかんないですけど、もう貼っておきますんで、はい、お願いします。はい、それじゃあもうね、いやもうインドはね、ちょっと歩くと疲れるのよ、ほんと。はい、ゆっくり休みたいと思います。それではまた。